無敗の三冠ウマ娘に向けて、美穂のブルボンがここ京都レース場に姿を現しました。美穂のブルボン、三冠ウマ娘誕生の瞬間を見せてくれ。勝利を信じてるぞ。ブルボンさん、ついてく、ついてく、それでついてって。ダイスシャワーさん、ずいぶんと私をマークされているようですね。それでも私は一着でゴールします。ライスも今日こそは負けません。ライスさん、ファイトです。菊花賞芝 3000m なら長距離が得意なライスさんにチャンスがあるよね。だけどあのブルボンさんが何も対策を練ってないわけがないよ。なあトレーナー、ライスには何て指示したんだ？ってそれだけかよ。あながち間違いじゃありませんわ。ライスさんのついていく力は本物ですから。ただ心配なのは、むしろブルボンさん本人よりも勝った時に周りの方々が。クラシックレース最後の栄誉をかけて菊花賞が今スタートです。向こう正面に入り、レースは淡々とした選手で縦長の展開。各馬娘虎視眈々と勝負のタイミングを狙っています。三冠ウマ娘に向けて日本のブルボンは絶好の位置をキープ。それを追う形のライスシャワーは現在5番手でレースを進めています。ブルボンさん集中、ついてく、ついてく。坂を登りウマ娘たちが第3コーナーへと差し掛かります。まもなく勝負の頃、菊花賞も坂を迎えます。おっと、ここで日本のブルボンが仕掛けた。三冠ウマ娘に向かって日本のブルボンが一気に先頭へと踊り抜く。追いつきたい、もっと近くに。強い強い日本のブルボン、先頭のまま残り 200m。 しかし後ろから大スシャワー、ライスシャワーが迫ってきた。やはり来ましたです。想定内です。逃げる日本のブルボン、今シーズンのリード。しかし外からライスシャワーが、ライスシャワーがもう一つ上がっていく。聞こえる、ブルボンさんの息遣い、それに鼓動。ブルボンさんの考えていることが手に取るようにわかる。離せない、足音が迫ってくる。追い上げるライスシャワー、今すぐ一撃、そして狙った。日本のブルボンも捕らえた。このような気持ちなのですね。え？任務を遂行できず悔しいという気持ち。でもそれとは別の燃えるような気持ちも湧いてきています。ライスシャワーさん、このレースはあなたの勝ちです。ライスが勝てた？とてもいい走りでした。あなたに勝つためもっと強くなります。また私と走ってくださいライスシャワーさん。ライス、本当に勝てたんだ。ライス、やったよ。マクイーンさん、チームのみんな、トレーナーさん、すげえよライスのやつ、本当に勝っちまったな。
と期待に応えてくれましたわ。ライスさんがスタンド前に戻ってきますよ。みんなで呼びかけましょう。せーの。なんつうかちょっと残念だな。無敗の三冠ウマ娘誕生の瞬間を見たかったのに。心配なのはむしろ多くの方々が期待した三冠ウマ娘誕生を阻めということ。